神戸山口組組組長長のの井上組長のお話ですねデイリー新調によりますと、まあ、見出しがね神戸山口組の井上組長が由々しき事態と認識する2億7千万の賠償命令ということでどうやら、えー、自分自身じゃないですよ。 元組員がしたことに対して、えー、その2億7000万円の、えー、賠償、詐欺事件、刑事事件ですね、刑事事件の賠償責任が、判決が出たということです。京都地裁で5月、経営コンサルティングの会社の役員が、闇金業を営む神戸山口組幹部らに金を騙し取られたということで。 神戸山口組の井上組長らに対して損害賠償を求めた訴訟の裁判が開かれたと。下された判決は井上組長ら被告人4人に対して請求通り2億7千万の支払いを命じたということなんですね。これがどんな話かというと、2020年事業資金を求めていた経営コンサルティングの会社の役員は、まあ えー、京都で、まあ、匠組の関係という人物を紹介されて、負債の2億5千万を肩代わりしてくれれば、この資産家から10億円を融資するとの説明を受けた。だから、ね、匠組の幹部、元匠組の幹部なんですけど、そういう形じゃなくて資産家から、 っていう話で、すねでその役員は指定された口座に送金したけども、融資は必ず2500、2億5000万も返還されないということになったんですね。これを受けて、京都府警は神戸山口組傘下の匠組の幹部らを詐欺と強括の疑いで逮捕したと。で、資産家と言われていた人の人は、神戸山口組傘下、二代目匠組の幹部で、えー、だから役座んだったということですね。で、2億5000万を肩代わりしてもらった A 氏も同時に逮捕された 要はもう、この融資云々は架空のものだったという判断ということで、でコンサルの役員は、この資産家と言われていた人が二代目匠組の幹部ということを知らなかった、で後になって気が付いて返還を求めたものの拒否され、逆に組織の名前を出して脅されたということなんですね。ですが、この時点でこの幹部は不起訴、嫌疑不十分ということだ。 で容疑を裏付けるしょうがなく後半を維持ない維持できないということになった。でもこのコンサル役員はこの処分を不,不服として検察審査会に審査を申し立てた。えー、そしたらまあ起訴相当幹部らをカンブを不起訴。 不当とととといいううここにななったっいうことなんですねでこの検察審査会は二代目匠組の幹部に有志の意思がなかったことを指摘して結果上部組織その当時の上部組織トップの井上組長ら4人が起訴されたということなんです事件そのものに直接関与してないんですがこの暴力団対策法上の使用者責任が認められたということでこれを受けて損害賠償を求めた訴訟においても井上組長らに対して請求通り2億7,000万の支払いを を命じる判決が下されたということなんですねこの詐欺事件で逮捕された二代目匠組の幹部はまあ、匠政組長が率いたときは副組長で組織を支えた人物で二代目エイリエ 組長が引き継いだ時には、組長代行になったということなんですが、まあ、両者の関係は微妙なものだったようです。で、まあ、相手の金融ということをやっていたということなので、まあ、資産はかなりあったということなんですが、もう今は、仇になっていると。2022年に仇になっている。で、まあ、本人は2億7000万の賠償をされたところで、なんてことはないんですが、これが、 要は何が問題かっていうと井上組長なんですけども結局匠組っていうのはもう神戸山口組から離脱してる形になっている今はですねでも当時に遡ってそうであったら責任が生じてこう,こういった形使用した責任が取られるということがなればまあいろんなことが全部そうなっていくわけですよねでこのような私が今回言ってるのはこのようなことでも組長に責任する があるということになると、まあこれ、遡っていくと、まあ絆会が起こしたことであっても、小田会長のところの若い衆がやったことでも、井上組長のところに遡るんじゃないかっていうことですが、離脱したところ、いつ辞めてる、いつ抜けてるっていうことを、すごくこう考えていかなきゃいけないわけですよね。で、絆会が、まあ戻りますけど、金沢岡頭が犯行に起こした時に関しては、1件目の事件の時はどうだった、2件目の事件はどうだった、 だったったていううこととがどうなるのかと刑事事件で遡れるのかでも今やめてれば関係ないのかってここら辺はヤクザの論理と司法の論理は全然違ってくると思うんですよね。一体とみなすのか本当にじゃあ離脱しましたとやめましたって言ったところで暴力団ヤクザの方が言ったことをそのままその日にちのことで認めるのか実際はまあどうであったのかっていうことまでいくと私はまあ今回の金沢若頭が行動 今回組長を射殺した事件っていうのは、小田会長のところまで上るだろうと、逆にそこまで何らかの形で、それが好判定でどうなるかわからないけど、逮捕要件は十分にあると思ってます、逮捕できることはできると思います、その上で、小田会長がどういう判断をするかによって、その上部っていうことにも関係してくると、無理くりできなくはないのかなっていう気はしますね、ただ、どこを起点と考えるかっていうことですね。実質的ににもううそそれだかからののようになるのか 今後こういったことが遡ってっていうことはされるんじゃないかっていうのは工藤会の事件を見るにもう一旦事件が終結してもうあの判決も出ている組員に対しての殺人事件をさかのぼってっていうことができているのでえこういったことも あり得るんじゃないかまあ今回のことで、えー、井上組長がどうこう行くっていうのはちょっと無理,無理筋かもしれないけども、当時の、当時、山県組がの組員がやっていたことだとか、そういったこともどこまで遡れるのか、本気で警察がやっていけば、それはむちゃくちゃな話だと思いますよ、そんなことは。でも、判例として出てきている以上が、やれなくはないっていう理屈になるんですよね、これが。まあこれ、暴力団員、ヤクザの人たち全員に、えー、言われる、うん、当てはまることなんで、まあ実際、えー 詐欺事件なんかをやっている。 オレオレ詐欺的なことをやっているっていうことで、末端の区民でもトップのところまで、えー、請求が行くっていうことは出ていますので、これは民事、あのお金のことですね、刑事事件の。その刑事事件の責任が、えー、殺人とかの,の暴力行為の実行行為のところまでどこまで使用した責任ということがいかれるのかっていうのがこれ問われているわけで、実際井上組長は2億7000万の請求をされているっていうことですよね。ちょっとわかりにくい説明かもしれませんが、こういった判例が出ている 今後こういったことが適用されていくんじゃないかなというふうに思っております。